餃子線入江川は、徳島県徳島市を流れる吉野川水系の河川である。餃子、船川や明神川の別名を持つ。徳島県徳島市中央部、現在は、桶浜町、勝時橋境に水源がある。ただしこれは、埋め立てや暗許化の結果であり、かつてはさらに上流があった。明神町、富田橋、南二軒屋町などに、 断片的に残る水路は、餃子線入江川上流部やその支流の名残である。明神町を流れていたことから、明神川と呼ばれることもある。北の昭和地区と南の八幡地区との境を東へ流れ、徳島市南昭和町、山城町間で、その瀬川下流部に合流する。その瀬川は北向きに流れてきているが、合流点からは、 巨座線入江川の延長線上である東へ向きを変える。すぐ南を同じその瀬川支流のレータ川が流れる。公開前から1929年か1930年まで下流部沿岸や中州に塩田があった。特に現在の分離大学と産業観光交流センターに大塩田があった。水質は非常に悪く、 河川全体にわたってゴミなどの廃棄物が目立つ上流から上流からありがとうございます。